ばんは、福岡の質屋春町質店の吉住かなです。なんか自分でもおかしいなと思ってまして、内子の神と内子の助を完全に勘違いして内子の助って言ってました。おぼろ月夜の内子の神ですね。すみません、ちょっと慎んで訂正をさせていただきます。内子の助、これ元の内子の助ですね。で、内子の神です。おぼろ月夜は内子の神ですね。おぼろ月夜の内子の神で、例えばこれだけ書かれて君って書いてると寒の君、六の君、寒の君、おぼろ月夜の君、おぼろ月夜の内子の神、みんな同じ同一人物です。で、彼女との、要はやり取りはちょっと伏せないといけないので、こういうふうにいろんな名前で出てくる人っていうのは大体そういう、ぼかさないといけない人に使われるんだと思います。すいません、内子の神です。内子の助はもう全くまた全然役職が違うんですね。内子の神です。失礼いたしました。内子の神と内子の助は全然違います。寒の君ですね。ということで、元の内子の助はまた全く別の、とってもいい味出してくれる、今で言うと素敵なおばあちゃまですよ。いわゆるこう年を取って悟ってないっていうか、なんていうんですかね、ある意味元の内子の助のような生き方は素敵ですよ。こう年相応じゃないことをいつも恋をしている素敵なおばあちゃまです。素敵なおばあちゃま。これ結構今だったら別に普通にいらっしゃる人たちじゃないでしょうか。これの方がいいんですよ、アンチエイジングにはっていうの感じですね。元の内子の助ですね。っていうので、失礼しました。おぼろ月夜の内子の神です。はい、いいですから。ずっとおぼろ月夜の内子の助、って言ってました。失礼しました。おぼろ月夜の内子の神です。ということで、はい、慎んで訂正をさせていただきます。申し訳ありませんでした。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。